えー、こ私たちはですね、まあ、毎日麻酔をするわけなんですけどもその痛みをどのようにしてなくしていくのかどういうふうにして痛くない麻酔をしていくのかっていうのは非常に大事でこの2オンショックアウトっていうのがです、ね、僕が東京歯科大学卒業なんですけどその大学で教わった言葉で、まあ、どういうふうに痛みが消えていくのかってことですね。 例えば筋肉がちょっと痛いなんていうのは一瞬で消えますしこの圧痛ですね例えば根染病変があって噛んで痛いとかそういうのはなかなか消えないとそういうふうな順番の話をさせていただいていたりとかあとはですねそういう時は歯槽潤麻酔が効きづらいということですのでまあ注意をしてなるべく多くの量をしなければいけないだとかラバーダムっていうことをするとですね後から麻酔を足すのがかなり大変なんですね。 なので炎症性の何か組織があるという時は、まあ、かなり多めの麻酔をです、ね、あらかじめ行っておくことが非常に大事なのと特にですので、まあ、私はですねもう何かしら化学の大臼歯に処置をする時というのは、まあ、ほぼ確実に有通歯であればです、ね、もう伝達麻酔をしてしまいますね。 でこの伝達麻酔をどういう風にするのかというのを動画で全て解説しております一心法と三心法があるんですが私はいろんな理由から一心法を選んでおりますここら辺のことをですね、麻酔の会でお話しさせていただいております